種類の全く違うモータースポーツのその車のデモランを皆さんにお届けしていきたいと思います。さあそれでは早速参りましょう。まずはこちらからスーパーフォーミュラです。さあそれではいよいよですね、皆さんチェッカーフラッグを持ちました。そのオフィシャルさんがいるんですけれども、そのあたりにブラックの何かカラーリングが施されていない不気味に今ゆっくりとエンジンをですね、これからかけようかとしております。そのスーパーフォーミュラをご覧いただけるかと思いますが、今シーズンからこのスーパーフォーミュラ、まあ、日本のですね、そのフォーミュラカーのレースの頂上、頂きをですね、この支えております、まあ、このですね、フォーミュラカーなんですけれども、ニューマシーンに変わります。さあ、そのニューマシーン、皆さんにお披露目ということで、さあ、出てまいりました。皆さん、拍手よろしくお願いします。目の前の皆さん、やってまいりました。あ、黒くてよくわからない。よくわからない。いやいやいや、これでまたシーズンインしましたら、いろんなカラフルなカラーリングに変わると思うんですけれども、今回は、まだこちらですね、この日本にやってきて、いや1台か2台かって言われているそのスーパーフォーミュラの1台を皆さんの前で走らせておりまして、チームのカラーリングではございませんけれども、心臓部には4気筒の2リッター排気量を持ちますターボエンジンが詰まりまして、そしてこのホンダエンジンが今走っているわけなんですが、トヨタと合わせて2メーカーがエンジンを供給し、そして車体はですね、イタリアのダラーラという、まあ、フォーミュラーカーでは、まあ、老舗のですね、そのコンストラクターと呼ばれます製造者が作ったその信頼のトップブランドのこのフォーミュラーマシンでありまして、タイヤはブリジット。さあこのパッケージングで今シーズンは20台ぐらいのマシンで全国各地のサーキットを転戦しながらチャンピオンを決めていこうという、そういった選手権なんですけれども、さあそのチャンピオンシップ、昨年のチャンピオンがこの東京オートサロン2014にやってまいりましたよ。皆さん、今回ドライブしてくれますのは昨年のチャンピオン山本直樹選手。さあそれでは山本直樹選手に短い間ですがデモランお願いしましょう。その狭すぎる会場をですね、なんとか皆さんにその差を
でしょう。見事なデモ走行でした。皆さんにですね、少しでもスーパーフォーミュラの凄さを見せてあげたいというその気持ちがこの熱い走りにつながりましたね。改めてご紹介しましょう。昨年2013年度全日本選手権スーパーフォーミュラシリーズチャンピオンに輝きました、今回のデモランを担当してくれていますレーシングドライバー山本直樹選手、大きな拍手よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんおはようございます。いやもうあのね、多分レーシングドライバー、数あるレーシングドライバーいらっしゃいますけれども、最も腰の低いドライバーと言っても過言ではありません。そこはあんまり胸を張っているところだ。こうやってよろしくお願いしますが、本当に低姿勢ですが、本当にあの今日はですね、朝早くからこんなにたくさんの皆さんが東京オートサロン2014に来てくれて、そしていつもね、サーキットのフィールドでたくさんの応援はもらうと思いますけども、今日ちょっと雰囲気も違って、はい、ね、そうですね、まあ、サーキットだと僕もちょっとピリピリしてるところはあるんですけど、はい、まあ、今日イベントということで、僕も一緒に皆さんと一緒にこう楽しみたいなと思ってます。はい、あの山本選手は、あ、そうだ、昨年はシリーズチャンピオン初めての獲得おめでとうございます。皆さんありがとうございます。よろしくお願いします。日本チャンピオンですよ。いやー、どんな一年でした。私を担当いたしますのはサーキットレースでも、それからラリーでも、まあ、今日はサーキットのまさにこの雰囲気、それからラリーのスペシャルステージの雰囲気をお伝えできればと思っております。レーサーのサルキエル高橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこれからまずはですね、皆さんにはスーパーフォーミュラーが見ていただきたいと思います。山本